俺は石田村のバラガキだったよ。バラガキ侍になる夢を見てたっけよ。動乱の幕末にわずか6年だけ存在した新選組。全て切り捨てる気組でいく。私が先頭でいきます。勝てるわけがないと誰もが言った。それでも未来を諦めなかった。新選組副長土方歳三、燃えよ剣。